太陽の一部が月に隠され欠けて見える部分日食。本島地方ではあいにくの空模様となりましたが、先島諸島では厚い雲の隙間から神秘的な光景が見られました。2020年以来となる沖縄での部分日食。本島地方では観測が可能な午後2時前後に強い雨が降っていて、3年ぶりとなる天体ショーを楽しむことはできませんでした。一方、曇り空となった石垣島では、天文台の職員が祈るような思いで望遠鏡から見える太陽の様子をライブ配信しました。見えたり見えなくなったりがずっと続いていて、とてもドキドキハラハラしながら外の様子を伺っています。食の始まりとなる午後1時28分。あ、何か左下の方に確かに少しこうくぼみが現れ始めました。そして部分日食の開始から46分後、今が食の最大というタイミングですね。太陽のおよそ1割が月に隠れました。太陽が明るくて、望遠鏡では日食の、初めから、ほぼ最後の方までですね、全体的にお届けすることができて良かったと思っております。私は今宮古島にいます。空には厚い雲がかかっていますが、時折雲の隙間から部分日食を見ることができます。宮古島のビーチでは観光客も空を見上げて神秘的な光景を楽しんでいました。貴重なの見れました。いい時に撮れてよかったです。気象条件も揃わなければ見ることができない貴重な天体ショー。次に沖縄で部分日食が観測できるのは7年後2030年の6月1日の予定です。いや、本島地方でも少しは見られるんじゃないかなと期待していたんですが、難しかったです ね。 そうですね。先島諸島では見られてよかったです。見られなかった方は一緒に7年後を楽しみに待ちましょう。